そんな長澤さんが先日名古屋を訪れ、私直接お話を聞くことができました。自分で一番こう好きなシーンってありますか？まあ、走っているシーンが あるんですけれど、最後決勝戦に駆けつけるシーンなんですけど、そのシーンが好きですね。私はなんか青春映画ってやっぱ走るシーンがなきゃちょっと青春映画って言えないんじゃないのって思うので、私はそのなんか、そう走ることで全部こう何にも言葉なしでも伝わってくるっていうのは、それが結構一番手っ取り早い方法かなって思ったり。見てる方もドキドキしますね。初めてのキスシーンに挑むなど体当たりで青春を演じた長澤さん、今一番好きなことは何なのでしょうか？なんか私食べるのが今好きなので、何をすることが一番好きって言われたら、食べてる時が一番好きなので、ご飯作ってる時とか。なんかご飯作るの得意だっておっしゃってましたよね。得意というか好きなんです、料理をするのが。得意料理は何ですか？大根の煮付けです。大根漬け、渋いですね。大根の煮付けです。あ、煮付け、ごめんなさい漬物作ってるのかと思っちゃった、ごめんなさい失礼しました。あ、いやいや、でも煮物作っちゃうんですか？はい、そうですね。簡単なんですけど、それはすごく。なんかこうパスタとかイタリアン、そんなシャレたもんは作りません。あ、そうなんだ。あ、そうなんだお目覚めワイドをご覧の皆様、おはようございます。長澤まさみです。映画タッチ、青春、恋愛、スポーツ、アイドル映画になってます。本当に爽やかで素敵な作品になっているので、たくさんの方に見ていただけたらと思うので、もしよかったらぜひご覧ください。